AR-18 は1963年にアーマライト社で開発されたアサルトライフルである。当時すでにアメリカ軍で採用されていた M16A1、小銃の安価な代替品というコンセプトで設計された。正規軍に正式採用されることはなかったものの、後のアサルトライフル開発に大きな影響を与え、多くの派生した製品が生まれた。 ストーナー方式ショートストロークピストン作動方式1959年、アーマライト社は、コルト社に2種類の自動小銃、AR-10 及び AR-15 の特許と製造権を売却した。いずれの小銃も、友人ストーナーが開発したガス直噴作動方式を特徴としていたが、特許の売却に伴い、同機構を用いた自動小銃の設計は、以後行えなくなった。 そのため、ストーナーが次に手掛けた 7.62X51mm 弾仕様の自動小銃 AR-16 は従来のショートストロークピストン作動方式を採用していた。AR-16 の前身としては AR-10 の安価な代替品と位置付けられた AR-12 があった。AR-12 の開発は AR-10 よび AR-15 の特許売却に関連したライセンス上の問題のため早々に中止され試作銃も作られなかった。初期型 AR-15 の設計時に用いられた弾薬とは異なり、軍ではススが残りやすい球状火薬を用いる弾薬を採用していた。そのため、後のベトナム戦争で運用された際、 ガス直噴作動方式の AR-15 は動作不良が相次いでいたのである。そこで AR-16 ではススの影響を受けにくいショートストロークピストン作動方式を採用した。また、モジュール化の概念も取り入れられ、アッパーレシーバーを交換すると 7.62X39mm 弾あるいは 9X19mm 弾を使用する。 短期間銃に転換することもできるとされていたほか、5.56X45mm 弾への適用も計画されていた。AR-16 は安価に調達可能な小銃とされていたものの、1961年にストーナーがアーマライト社を離れたため、プロジェクトが放棄された。製造されたのは3丁の試作銃のみと言われている。また、AR-16 は、 ストーナーがアーマライト社で手掛けた最後の小銃だった。AR-18 は AR-16 の設計をもとにしながら、当時すでにアメリカ軍で採用されていた M16A1、小銃の費用対効果に優れた代替品という位置づけで開発された。設計は1963年から始まり、アートミラー、ジョージ・サリバン、チャーリー・ドーチェスターらが携わった。 基本的に AR-18 は 5.56X45mm 弾使用にスケールダウンされた AR-16 である。鋳造された航空機構造材グレードのアルミ合金の部品で構成されていた AR-10 や AR-15 に対しコストダウンに加えて製造を容易にするため AR-18 ではプレス加工されたスチール材が多用された。 もともと、専用の20連発、30連発、40連発箱型断層を使用する小銃として設計されていたが、信頼性の問題が解決できなかったため、AR-15 用断層に、わずかな変更を加えたものを利用する設計に改められた。リコイルメカニズムが機関部に収められているため、AR-15 とは異なり、折りたたみ式重傷を採用することができた。 同じ理由から重傷が破損した場合でも問題なく射撃を行うことができた。AR-10 や AR-15 のシルエットを特徴付けた機関部上のキャリングハンドルは実戦でほとんど使われなかった上、照準調整と弾道計算を困難にしたので AR-18 では採用されなかった。AR-15 と同型の消耗は 機関部上に直接設けられている。また、レール式、スコープマウントも標準的に設けられていた。先進的なアイデアではあったものの、何種類か設計されたスコープ自体はほとんど販売されなかった。ミラーは後に AR-18 として知られることとなる自動小銃の特許を1964年6月15日に アメリカ合衆国特許第3246,567号として取得している。AR-15 の代替品として積極的な売り込みが図られ、アメリカ軍においては1960年代を通じて何度かの試験が行われたが、その度に多数の問題点が指摘されることとなる。1969年、アバディーン性能試験場で実施された 試験の後に報告されたところによると AR-18 には2点の欠陥と16点の欠点が指摘された。多くは部品の強度不足に由来するもので AR-18 は安全基準を満たさず M16A1 を上回る点も見られないライフルと捉えられた。1970年アバディーン製の能試験場にて AR-15 と AR-18 を比較する試験が行われた。しかし、依然として信頼性の低さは改善されず、動作不良が多発した。陸軍の結論は、軍用銃としての可能性はあるが、追加の試験を行う前に、さらなる設計の改善が必須であるというものだった。以後、アメリカ軍による AR-18 の試験は行われなかった。アメリカのほか いくつかの国が試験のために少数ずつの AR-18 を購入したものの、アメリカ軍と同様の欠点が指摘され、最終的に主力小銃として採用した例はない。その他、極少数が法執行機関に配備されたことが知られる。製造数の大部分は、セミオート射撃のみ可能な民生用、モデル AR-180 だった。AR-180 は、 1969年にアメリカの民生重機市場向けに発表された。AR-18 は元のアーマライト社が手掛けた最後の火器でもあった。1983年、アーマライト社はフィリピンのエリソンツールマニファクチャリングカンパニーに売却された。1996年、アーマライトブランドはイーグルアームズ社に売却され、同社の新ブランドとして採用された。 2001年、イーグルアームズ社社長のマークウェイストロームは、AR-180 の近代化モデルとして、AR-180B を発表した。これは、ポリマー製のロアレシーバーや AR-15、溶断層との互換性といった特徴があったほか、いわゆるアサルトウェポン規制法に適合させるべく、着脱不可能なマズルブレーキや、折りたたみ不可能な重傷を備えていた。しかし、 AR-180B の売れ行きはかんばしいものではなく2007年に販売が中止された。2019年、カナダの重機メーカー、コディアックディフェンスは AR-180B をさらに改良した WK180C を発表した。WK180C は AR-15 用アクセサリーとの互換性が高められている。 T65SAR-80AR-18 は安価なアサルトライフルであり、西側より発展途上国のための AK を目指した製品だったが、AR-15 を発展させた M16 が大量生産されて1兆あたりの単価も安くなり、これが輸出されることで AR-18 をわざわざライセンス生産する意義が失われ、 軍の主要装備として採用する国は現れなかった。しかし、M16 のリュングマン式と、そのデザインに由来する作動不良を忌避した多くの諸国では、AR-18 を参考とした、ショートストロークピストン方式とマイクロロッキングラグを備え、形状も AR-18 に類似したデザインのアサルトライフルを開発した。後世のアサルトライフル、例えば XM8、 G36、ブッシュマスター ACR、FN スカー、SA80、SAR-80 などはいずれも AR-18 と同様のボルトキャリアグループとオペレーティングシステムを採用している。そのため、軍用銃としては失敗に終わったものの、その設計は非常に先進的なものとみなされるようになった。AR-18 を参考とした。 アサルトライフルは、ベレッタ AR70、90や、H&KG36 など多数に上り、その影響は、M16 よりも大きなものとなった。かつてライセンス生産していたメーカーも、独自の自動小銃を開発している。例えば、スターリングエンジニアリング社は、スターリング SAR-87、ホーは工業は89式 5.56mm、小銃。 中華民国国軍は65式府やり、86式府やり、91式フヤりである。2019年には AR-15 のロアレシーバーに取り付けられる本銃のアッパーレシーバーが発売された。これはブラウネル社が開発した BRN-180 システムとして知られるキットで組み込まれたライフルは AR-18 と同様に ショートストロークピストン方式で動作する。AR-18 と同様、通常の AR-15 では構造上使用できない折りたたみ式重症を取り付けることもできる。また、レシーバーには標準器を取り付けるためのピカテニーレールが設けられている。1970年から1974年にかけて日本の飽和工業では AR-18 及び セミオートマチック射撃専用モデルの AR-180 がライセンス生産された。イギリスのスターリングアーマメント社でも AR-180 を1969年から1972年まで AR-18 を1975年から1983年までライセンス生産した。オランダのネダーランド市ワペン EN ミューニシファブリックも ライセンスを購入しているものの、実際に製造が行われたかは定かではない。89式 5.56mm 小銃、飽和工業による AR-18、AR-180 のライセンス生産は、武器輸出に関する観点から問題視され、何度か日本の国会でも取り上げられた。ライセンス生産が始まる前の1967年には、 社会党の矢山雄作議員が輸出を前提として、法和工業とアーマーライト社が結んだ AR-18 の技術導入契約が認可された旨を報じる新聞記事を引用し、政府に武器輸出を拡大する意図があるのではないかと質問した。これに対し、菅野渡郎通商産業大臣が回答したところによると、この技術導入は、 輸出を主目的としたものではなく、あくまでも製造を通じて、我が国武器産業の技術の基礎を強く固めていくことが目的であるとされた。また、八や,やに導入計画の有無を問われた、防衛庁装備局長は AR-18 の採用自体は計画されていないものの、小銃の軽量化という点からは参考になる点が多いと答えている。1973年、 アメリカで発生した黒人解放軍による警官襲撃事件で、法は工業製 AR-180 が用いられたことが明らかとなり、同年の国会において取り上げられた。公明党の小川慎一郎議員は、日本における小銃と領銃の区別について質問した上で、AR-180 は民生用かきたる領銃ではなく、 軍用かきたる小銃に含まれるべきだと主張し、この中で、ブラによる AR-180 の使用に言及した。同じ事件について、社会党の大井出春議員の質問の中で取り上げられた際、通称産業省銃工業局長が回答した、ところによると、法は工業性 AR-180 は、1970年に812兆。 1971年に2510兆、1972年に400兆、合計3262兆が輸出されていた。また、AR-18 については、防衛庁用に15兆、日本輸出用に12兆、合計27兆を生産したのみで、以後は生産を中止していた。AR-180 についても、 1972年7月の時点で生産を停止し、輸出契約も全てストップしていた。先の小川の質問に応じた通称産業省重工業局次長が回答したところによれば北アイルランドの過激派が日本製 AR-180 を使用していたことが明らかとなっており、法和工業による製造中止の判断はこれを踏まえた 通商産業省からの強い要請もあってのことだったという。後に昇降系アサルトライフルの試作が、法和工業で開始された際には、AR-18 のデザインとプレス加工による製造法が参考にされており、完成した89式 5.56mm 小銃は AR-18 に似た構造となったため、中国やロシアなどは89式小銃を AR-18 の足と認識している。内部構造的には89式小銃のガスシステムにはロングストロークのガスピストンが採用され、トリガーメカやボルトキャリアとリコイルスプリングの配置など AR-18 と異なる点も多い。北アイルランドで発見された AR-180 は製造メーカー名や番号などの刻印が削られて出所を隠された上、 各国軍のアサルトライフルと同様に、フルオート射撃が可能なように改造されたものだった。しかし、英国警察の X 線撮影による鑑定作業で刻印が復元され、原産国が特定された。当時の IRA は、多数の改造 AR-180 を入手したことによって、英国正規軍に対する軍事的劣勢を一挙に挽回する機会を得た。 この銃によって IRA はアーマライトと投票箱戦術と呼ばれたテロを通した武力闘争と議会における合法的な政治運動の両分野において活発な活動を始めることが可能になりリトルアーマライトという歌まで作られた。英国側は AR-180 による攻撃で大きな被害を受けたためウィド動メーカーと呼んだ。ありがとうございます。